下丸応援団長の安部です。下丸応援団メンバーのマッキーです。マッキーよろしくお願いします。安部さん、うん、突然なんですけれども突然ですね。安部さんがお仕事の時に欠かせない道具って何ですか？俺喋るのが仕事だからね、これかな、ストポチ。これ時間計ったりね。それは言えますね、はいはいはい。まあ、道具といえば安部さんここだと思いますけど、うん、いやこれ口から出任せかいやいやいやほっといてくれ、まあ、どんなお仕事にもですね必要な道具ってありますよね、うん、道具はプロのお仕事を支えてくれる相棒みたいなもんなんじゃないかなと思います。大事ですね、はい、ということで今回は下関の農林水産品を生産されている皆さんの道具にスポットを当ててみたいと思います。興味があるけど、うん、イメージするものと違うのかな、ね、うん、まず最初の道具はこちらです。はぁ、あ、何でしょうか何でしょうかって言われても、はい、無茶ぶりだけど、ええ、いやいや農産農林水産品ですよ。丸いところが2つある、はい、そして、ま、チェーンがついてるのこれ。チェーンですね。で下にちょっと泥、うん、土がついているぐらいのことしかわからない。ただそんなに大きくはないみたいですね。全くわからない、はい、これだけじゃ。実はこれはよいしょ、これを入れて使います。これは何かの種ですか、はい、ですね。なんかそれっぽいよな、はい、球芯とかじんたんじゃないよねこれつまり種を、はい、何するの、まくのかかな。いや、わからない。次見てみようか。種を、はい、こういう風に使っていくんです。はぁ、割とちっちゃいですよね。ちょっとここの部分で種が出てくるんだろうね。このオレンジのところに種が補給してあるのかな。つまり種をまく機械ということなんですね、ちゃんと名前もついてます、はい、ハッシュ機と言います。ハッシュタグとかあのハッシュドポテトは分かりますが、知ってますか、ハッシュ機、種をまく機械ということで、漢字を見てもらうと分かるんじゃないかなと思いますけれどもね、うん、この方はですね下関ネギ部会の村中会長ということで、村中さん、まあ、手押し式のハッシュ機というものなんですね、はい、気になるのはさ、うん、このハッシュ機を使ってさっきは種だとしたら、はい、何が出来上がるか分からないから、何ができるのか、うん、こちらでございます。ネギなの？ネギです。あの小さい種がこんなに大きくなるわけ、はい、そうなんです。黒から緑にも変わるってこと。種は大体黒じゃないですかね違いますかね、まあ、茶色は黒だよね、まあ、そんなものだと思いますけれどもね。あの下関は安岡さんの下関ネギ、それから福ネギというのが大変有名なんですけれども、細いのとか太いのとかいろいろありますが、そうなんですよ、そういうものを使う端っきが機械であると。そうなんです。そしてね、この村中会長のこの道具なんですけれども、うん、お父様が買ってくださった20年ぐらい前のもの、大事に大事に、いや大切に親子で使ってきて、はい、お父さんのその機械を直しながらとか、うん、それ未だに使って、うん、この美味しいネギを使って、そう、種をまく時も手で、手押しで、そして収穫する時も手でということで、本当に僕たちは口に入るだけだけど、こういう苦労があって、うん、はい、こういう尊い汗があって出来上がっているのが、うん、この下関のネギなんだね。そう、わかりました。さて、うん、それでは続いての道具はこちらでございます。ちょっとまき気になるところが山ほどあってね。ですね。突っ込みところが。モザイクがってるところを当てろっていうこと。はい、それともここに映ってるもの？映ってるこうなんかハサミみたいなペンチみたいな。ある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 。あのね、モザイクのところはそのものがちょっと映ってるんです。そういうことか。使うものが。後でそこで答え分かるわけだ。そうなんです。ということはこのペンチなの、ハサミなの、これを当てればいいわけ？そうですそうですそうです。普通は植木の剪定とかで使いそうな。イメージだけど違うんだろうな、うん、違うんでしょうね。その横にもなんかいろんなものがありますね。気になるのはモザイクが黒っぽいのよこれが何かあるのかなと思ったり、まあいいや、なんか次行きましょうか。全然わかんない、はい、これね、うん、あのヒントっていうか、はい、物がちょっと映っちゃってるのでわかると思うんですよね。あ、出た。これはあるでしょう、はい、もう下関といえばですね、うん、ウニ、瓶詰め、ウニ、はい、日本一とも言われている、ウニじゃないですか。ウニですね。トゲがあります。でもどう使うんだこれ。これウニを入れてパコン
ってするんじゃないですかね。パコって。何？パコって。パコってするんだ。はい。耳に刺して？刺してなんかこう広げたりするんじゃないかなと。だチカチカして痛いでしょ。なるほどなるほど。ね、この方は山口県漁協の漁師さんで、はい、うん、元吉高弘さん。元吉さん。言います。もっちゃんかな。はい。うん、でね、3年目の若い漁師さんなんですけれども、先輩から譲っていただいたんですが。この道具この機械を伝統的に使ってるってことね、はい、うん、ウニをひっくり返して下の口の部分に道具の先を突っ込んで、はい、柄の部分を握るとウニがパコンって割れるっていう。なるほど、要は差し込んで切るんではなく開く、そう、はあ、名前が可愛い、名前可愛い、ウニパックンです。可愛いね、ウニパウニをパックンと開くからウニパックンということです。そうなんです、すごい可愛いでしょ。ちょっと歌を思いついた。本当ですか。ウニはうまいな、おいしいな、ぶち、はい、うまい、はい、ウニは下の関、ウニをパックンしますよ。ウニパックンした、そしたらこういった割れるわけですよ。こういう風に開くんだ。そしたらさ、あの 耳かきみたいなんでこうね、はいはい、取って、うん、ウニを取ります。あ、一番最初の写真にあったあった、ありましたでしょ。こうなります。わー、食べたい、おいしそう、ね、いいでしょ。わさび物って醤油パッとかけてガーッとかけてカッカッカーだ、ね、本当に新鮮なの。これはうまそうだ。手作業でやってるってことは大変だ。本当にご苦労様です。ありがとうございます。鬼パックン最高。さて、もう一つ道具を紹介しようと思います。さ、こちら何の機械でしょう。色は赤でかっこいいっていう。赤ね、かっこいい。そういうこうね、農林水産物の中のフェラーリって感じですね。色が赤でちょっとかっこいいじゃないですか。かっこいいですね、ただ何に使うか全くわかりません。申し訳ない。申し訳ない。これはこれを使ってどうにかする機械です。マッキー当てていいの？当てていいですけど。これね、丸太があるじゃない。丸太ですね、周りの皮を剥くというか剥ぐというか、そういう機械だ。正解でしょう。なるほどね。違う。ただね、使い方としてはこんな感じ。うん？横に倒すんだな。うん、で、あの前にあるのは刃なんですよ。鋭い刃。これが刃先になるんだ。そうなんです。ということはもしかしたらこの丸太をカットしていく機械ですか。その通りです。まあ、正解かい。なんかクイズにならないなと思っちゃって、まあ、巻き割り機ということなんですけど、マッキーが巻き割り機を紹介したってことでいいですか。いいですよ。はい、わかりました。丸太を乗せて、うん、エンジンの力で刃の部分にこう押し付けて切っていくっていうかね、割っていく機械なんですね。昔はやっぱり人がこう、うん、巻き割りをするイメージがありましたが、そういう機械もちゃんとあるということそうです、ですね。まあね、セッティングを変えるとちっちゃくなっていくってことなんですよね。で、できたものがこちらでございます。俺2分の1とかのとりあえずカットだと思った。2分の1じゃ使いにくいですよね。いや、もちろんこんなに細かくカットができるんだ。はい、うん、はあ、今ってほらキャンプが流行ってるでしょ。そうか、この薪はすごく需要があると思います。アウトドアもそうだし、うん、今屋内室内のストーブなんかもあったりするから、はい、需要はたくさんあると思います。いいですね、ありますよね、うん、こちらはね、西部森林組合で使われている道具だってことが出来上がったものです。いろんな道具知らないもんだな。知らないですよね。いや、ちょっと今日は勉強になりました、うん、これマッキー。生産者の顔が見えるいろんなね、うん、製品っていうのがあるんですけど、うん、道具まではちょっと気にしたことがなかった。そのまあ、お野菜でも何でもいいんですが、うん、そういうものが見えて私が作ってますっていうところまではある、はい、ある。でも何を使ってそうなってるか、うん、ほとんどの人が多分知らないよね。 それを今日は学べたという。たった3つだったんですけれども、まだまだありますからね。わあ、これ第2弾があったらいいな、見たいな、もっとちょっと楽しく学びたいです。そうですね、はい、知るって大事です。うん、わかりました。ありがとうね、マッキー。ありがとうございました。最後は、はい、ポーズが一応ありまして、はい、せーの、しろ、まる、またどっかでこの動画でお会いしましょう。バイバーイ。いやー、楽しかった。